WM1106 がお届けするブンダーの映画ラジオにようこそ。この放送はリスナーの方からいただきましたリクエスト映画の話をするという放送です。それでは早速今日のリクエストをご紹介いたします。ラジオネーム刑事はつらいよさんからいただきましたリクエストです。これはもう刑事もので、もう寒さに震えながらコーヒー片手にこう張り込みをしている時に、まあ、悪党たちは大体豪勢な食事してるんですね。クリスマスとか、まあ、感謝祭なんかはこんなでっかいチキンをみんなで囲んでいるのに対し、まあ、刑事は一人寂しく、もうそれ何食べてんのみたいな食事してるんです、まあ、そんなラジオネーム刑事はつらいよさんからいただきました。今日のリクエスト映画はこちらです。神結の亭主。まずは概要です。理容師の女性と結婚するんだという子供の頃からの夢を叶えた中年男とその妻の10年間の愛の形を描いた1990年のフランスのロマンス作品です。監督脚本はパトリス・ル・コント、そして出演がジャン・ロシュフォール、アンナ・ガリエナです。第16回セザール賞において作品賞、監督賞を含む7部門にノミネートされ、そしてセザール賞とはまた別のフランスの映画賞ルイ・デリュック賞も受賞。パトリス・ル・コント監督の独特の世界観、そしてアンナ・ガリエナのエロスなどなど、たくさんの魅力が約80分という短い尺の中に凝縮されている作品です。なおパトリス・ル・コント監督の作品としては日本で初めて公開された作品ですし、大ヒットも記録しました。続きましてあらすじです。12歳の少年アントワーヌは家の近くにある美容室に毎週のように通っていました。その理由は店の女主人であるシェーファー夫人に会いに行くこと。そのシェーファー夫人のそのふくよかな胸に鼻をくすぐるかぐわしい大衆、これに魅了されたアントワーヌはもう絶対に将来は美容師の女の人と結婚するんだと固く決意をします。それから時は流れ、何十年も経って中年男性となったアントワーヌはたまたま通りがかった美容室の中に佇むマチルダに一目で心を奪われ、吸い込まれるようにしてお店の中に入っていくんですね。そこで髪の毛をカットしてもらい、お会計の時に僕と結婚してくださいと突然言い出すんですね。いきなりの申し出に戸惑いを隠せないマチルドなんですけども、アントワーヌの2度目の来店の時にその申し出を受け入れ、2人は晴れて夫婦になります。子供の頃からの夢を叶えたアントワーヌ、友達はいらない、子供もいらない、旅行もしない、もう僕と君がいてこのお店があればもうそれでいいんだと。もう仕事もせずに一日中店のソファーに座り、雑誌片手に妻を眺め愛を交わす、マチルドもそんなアントワーヌからの愛を受けて、幸せに満たされていました。そして10年、2人の愛と幸せは平穏に過ぎていくのですが、この神結の亭主の鑑賞ポイントは3つ。まず1つ目がこれでいいのか、そして2つ目がこれでいいのだ、そして最後3つ目が光と音楽と謎のダンス。まず1つ目がこれでいいのか。神結の亭主というのは妻の稼ぎに依存して全く働かない夫のことを指していて、現代でいうところの紐ですね。アントワーヌも仕事をせずに一日中店のソファーに座って雑誌を読み、妻を眺め妻を求める。マチルドがお客さんの髪を洗ってる時に後ろからこっそり忍び寄ってマチルドのパンツをずらして体をまさぐ。20歳ぐらいの時に初めてこの映画を見たんですけども、どこがええねんこんなおっさんと、ただの変態やないかと思いながら見ていたんですけども、ある程度の年齢を重ねた今改めて見てみると、アントワーヌの印象はさほど変わらないんですけども、こう子供の頃からの夢を叶えて一途に妻を愛し続けるこうアントワーヌを見てると、これも一つの
愛の形なのかなと、ジャン・ロシュフォールの不思議で個性的な魅力に妙に納得させられてしまいます。そして2つ目がこれでいいのだ。アンナ・ガリエナのとどまることを知らない強烈なエロス、そしてその美しさにアントワーヌがやられてしまうのは分かります。なんちゅう格好で接客しとんねんと、もう目のやり場に困るやないかといういでたちで、多くを語らず優しく微笑みかけるマチルドにアントワーヌがやられてしまうのも分かります。それでもマチルドやと、それでええのかと、もっと若くてええ男いっぱいおるやろうと、二十歳ぐらいの時は思っていたんですけども、マチルドが本当にアントワーヌのことを愛しているというのはもうきちんと伝わってきますし、そういう感じで見てると、これもまた一種の愛の形なのかなと、これはこれでまた妙に納得させられてしまいます。そして最後三つ目が光と音楽と謎のダンス。パトリス・ルコント監督が作り上げたこの世界観が美しいんです。そしてこの監督さんなんですけども、光の使い方がすごい上手なんですよね。窓から差し込んでくる光とか、月の淡い光とか、壁とか床の色、そしてこの衣装の色がこう差し込んでくる光で照らされてどう見えるのかまでこう計算して作ってるかのような美しさなんですよね。そしてマイケル・ナイマンの作り上げた音楽も映画の雰囲気にすごいマッチしています。インド風な異国情緒あふれるこの音楽に合わせて見せられるジャン・ロシュフォールの謎のダンス、この映画なんですけども、そんなジャン・ロシュフォールの謎のダンスで始まり謎のダンスで終わる不思議な魅力にあふれている作品なんです。モノローグ部分の言葉選びがもうほんと素晴らしくて、映画を見てるのに小説を読んでるかのような気分にさせられます。どこを切っても美しい。この2人の愛の形っていうのは、見た方によっていろんな考え方があると思うんですけども、いろんなものとか人、情報とかがこう溢れ返ってる現代において、ある意味究極の愛の形なのかもしれません。ラジオネーム刑事はつらいよさん、素晴らしい映画のリクエストありがとうございます。それでは次回もまた素晴らしい映画の話をいたしましょう。いやー、映画が好きで本当によかった。